ってるルアーについて、紹介していきたいと思います。僕のセレクトは基本的にはアピールの第1章で、ローテーションしていて、まあ、うるさい方から説明していくと、まずこのジッターバグですね。定番のジッターバグなんですけど、このジョイントタイプを僕使ってます。でこのベリーにコロラドのブレードが入った、ジッターバグのジョイント、これを使うようにします。でこれは基本的に、オールマイティどこで使ってもいい感じですね。まあサーチしていく初めてのポイントとかで一番最初に投げるルアーこれですね。はい。で次に使うのが、アピール系ではこのデカダンスで、このデカダンスなんですけど、プラスチックじゃなくて発泡ウレタンのトーイというモデルを使ってます。でこれは、ウッドのルアーみたいに、結構着水音がナチュラルなので、まあ、好きで使ってます。であとは、川の中を釣り上がっていくとき、アップクロスでルアーを入れなきゃいけないときなんかはこの羽の水受けがいいので、よりスローにアピールできるっていうメリットがあるので、アップでの釣りに関してはこの遠いデカダンスを使うようにしてますね。でアップで使うときにこういうジッター系のルアーだとどうなのっていう話なんですけど、まあ、ダメなことはないんですけど、これをきっちりとアクションさせるためにリーディングスピードをどんどん上げていかなきゃいけないので、まあ、出たときに乗りづらいというのがある。でそれを解消するために僕はこの腫れ物ですね、これを入れて、水上のイールアーなので、これをゆっくりアップからパタ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 引いてくる。でそんな使い分けをしてます。でもう1点は、このキャタピー、これも定番どころなんですけど、今先に説明した2つに対して金属パーツっていうのが少ないので、よりナチュラルな、ジッターのカップ音っていうんですか、まあ、ポタ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 っていうようなナチュラルな比較的アピールが控えめなルアーとして僕はこれを扱ってます。はい、そんな感じですかね、アピール系のルアーとしては。はい、はい、でその他のルアーとして、最近よく多用してるんですが、特にデイゲームやるときにこれ強いんですけど、ジャッカルのマイキーで、これカテゴリーとしては何でしょうね、ジョイント系のウェイクベイトみたいな感じで、まあ、表層は表層トップウォーターなんですけど、引き波を立てながら引いてくるみたいなことができるルアーですね。で特に、ですね、活性が低い個体とかに対して、なんでしょうね、ジッター系をただ引きの釣りでバン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 引っ張ってくるとですね、まあ、なかなか出るけど乗らないみたいなことが多いんですけど、でそういう時に僕これをよく使うんですけど、でこのルアーのメリットって何かっていうと、流れに乗せて、流したまんま自分でこうアクションしてくれるんです。要はリーディングを止めてもこのルアーとしてのこのジョイントの動きでアクションをやめないっていうところがあるので、まあデイゲームでよく多用するルアーですよね。はい、で特に活性の低い個体に対して、強い、そんなイメージがあるルアーですね。でもう一点がちょっとこれ今いろいろ試し中なんですけど、フィッシュアローさんの、スティールフロックという、まあ、バス用のフロックルアーですね。でこれにフックの部分にスプリットリングとオーシャンスナップという、まあ、金属部品ですねを入れて、トリプルフックをつけてると。で結局この状態でも、釣れるんですけど、まあ、なかなかアクションアピールっていう観点で少ないので、まあ、これからスイッシャーをつけたりとかいろいろ楽しんでいこうと思ってるところです。でフロックの出しどころなんですけど、特に壁対岸を打つときに、壁際数十センチの勝負とかいうときがあると思うんですけど、要は壁に 近く落とせば落とすほどバイトの確率が上がる。でそういうときには、こういったものを使ってですね、積極的に壁に当てちゃうようなことを僕はやってます。でそういったときにプラ系のルアーだとどうしても消耗が激しいので、そういった使い方、まあ、ちょっと邪道かもしれないんですけどを最近しているところです。でこの状態でも、まあ、さっき言った通り釣れてはいるんですけど、もう一つ
アピール度っていうところで足りないかなっていうのがあるので、まあ、これからいじっていくのが楽しみなルアーですね。まあ、そういった意味でフロックっていうのは、まあ、釣りをしていく中で、ルアーのセレクトのバリエーションをこれから増やしていってくれる存在だと僕は思っているので、まあ、そんなイメージで入れてますね。はい。はい、ですね、ナマズ釣りを皆さんナイトゲームで、楽しまれる方多いと思うんですが、そういう時にルアーにこのケミホタルですね、これをつける方が、多いと思うんですけど、このケミホタルをですねルアーにワンタッチでつけれる便利な商品がルミカさんのエクストラーダブランドから出てます。で、商品名がケミホルダーというもので、まあ名前から分かるようにケミホタルをルアーにセットするためのホルダーです。で、これはどういう感じになるかというとですね、まあ、ルアーに両面テープでこのホルダーですね、このプラスチックの U 溝が切ったホルダーをつけると、で、その上にケミホタルをパチッとつけるという商品になっています。で、まあ、今まではこの商品ない頃って皆さんそれぞれルアーの頭にヒートンを打ったりですね、そういう工夫してこのケミをセットしてたと思うんですが、まあ、これが出たことによって、まあ、そういう作業がめんどくさいよっていう人も、まあ、両面テープでパチッと貼るだけなので、まあ、ケミチューンができるといった商品になっています。で、僕も、夜使うルアーは、ほぼ全部、これをつけてですね、タイトなキャストっていうのをやりやすくするために使ってます。はい、そういう便利な商品ですね。熱狂戦隊生ジンガーというこのスイッシャーの、ルアーの付属品です。これがあるんですけど、で、こういうのを、ルアーにつけるっていうのも、まあ、生ズ釣りの楽しみの一つで、特に釣り場で何でしょうね、アピールがルアーのアピールがちょっと足りないなとか、スイッシャーがやけに反応がいいなっていう時があると思うんですけど、で、そういった時に、このナマズスクリューっていう商品なんですけど、このナマズスクリューを、この上と下の部分がフックになっているので、後付けで現場でちゃちゃっとつけれるといった商品ですね。まあ、そういった感じで、まあ、ルアーのアピール度を変更していくっていう観点で、まあ、ローテーションの一端を担う商品なので、まあ、これちょっと楽しみにしてます。で、次にですね、僕のタックルについて、説明します。僕が使っているタックルは、ファームスから出ているモーラというバスロッドのシリーズです。で、これの、ダーティンフロックというモデルで、レングスが70で、パワーが MH ミディアムヘビークラスのロッドになってます。で、これにですね、リールがスコーピオン DC を使っていて、ラインが、PE の3号四つ編みさんのウルトラキャストマンという3号のラインを使っています。で、この P ラインの先端には最近そうですね、ルアーにラインが絡まるとかが多かったので、5センチだけ金属のワイヤーリーダーを入れるようにしています。で、一般的なナマズタックルですね、を見ていると、現在の支流っていうのはグラスコンポジットの結構曲がる設定のロッドが多いんですけど、僕が使っているこのダーティンフロックっていうモデルは、ビンビンの、カーボンロッドになってます。で、まあ、持ってみるとすごく張りがあってですね、硬いなっていう印象を受けると思うんですけど、僕はこれがメリットがあると思って生ズ釣りに使っててですね、まあ、どんなことがメリットかというと、まずキャスト、さっきも説明したんですけど、最近よくこういう大きめのルアー使うので、これをデーゲームなんかで思いっきり遠投するみたいな時に、このカーボンの、張りのあるロッドの反発力っていうのが生きてくるので、まあ、遠投性に長けてるっていうところがある。で、あとはですね、
ナマズがルアーを食った後、フッキングの動作するときにパワーの立ち上がりがすごく早いので、まあ、パワーのがあるロッドっていうことなので、なんでしょうね、ロッドがパワーを吸収して、合わせの動作をスポイルするっていうようなことがなく、まあ、バスッと出て重みが来た後には即座にかけれるっていうメリットがあるので、このロッドをセレクトしています。なのでナマズタックルって、まあ、固定概念がいろいろあるかもしれないんですけど、まあ、その辺は各々の好みと、これのタックルで釣りたいっていうものを優先すればいいのかなと思うので、まあ、僕のセレクトはそんなタックルになってます。はい、はい、次にランディングツールですが、タモですね。タモ網は、まあ、使うとき使わないときいろいろあるんですけど、僕が主に使うのは、まあ、どうしても魚取りたいときタモ使います。であとは抜き上げのときにですね、草むらがないとかそういうときは、抜いてコンクリートにピッタンと魚置いちゃうのちょっとかわいそうなので、まあ、これを使って、まあ、丁寧にランディングするっていうところがあります。であとは草むらがあるとこはもう草むらの上に乗っけちゃう、あ、抜いて乗っけちゃうっていう動作をするので、まあ持たないこともあるんですけど、まああると便利ですよね、はい。でもう一つ大事なランディングツールなんですけど、フィッシュグリップ、僕はオーシャンマークさんのオーシャングリップこれ使ってるんですけど、ナマズの口にルアーがかかったまんま、ランディングすると、あの魚すごい暴れるので、そこに手出すと危ない。でそういった時に、このフィッシュグリップで、ナマズの口をねガチリ掴ん でそれからルアーを外すという動作になります。であとこの商品の特徴として、魚を掴んだ後に、グリップがですね回転する機構があるので、どうしても魚掴まれると暴れるの で暴れた時にこのグリップの回転しないと、そのままトリガーの、固定がですね魚の口のダメージにつながってしまうので、魚に優しい、なるべくダメージを残さないっていう観点で非常に何でしょうね、優しい設計というか、なので僕はこれをセレクトして使っています。はい、でその流れでいくと、まあ、掴みました。でその後にルアー外すんですけど、まあ、当然ルアービッシングなので、まあ、こういったフライヤーも、バッグに中に忍ばせて持っています。です、ね。まあ、この辺は、まあ、安全に釣りをするために非常に大事なツールであるとともに、魚をケアするっていう意味もあるので、僕はちょっとこだわって道具セレクトをしています。であとは安全という観点では、夜釣りするとどうしても足場の悪いところとか歩いたりしますので、ヘッドライト、これも大事です。でこれはルミカさんのエクストラーダブランドから出ている X4 というヘッドライトですね。非常に明るくて、使いやすいライトなので、僕はソルトの釣りもやるので、夜の磯場歩きだったりとかそういう時もこれを対応してますね。はい、そんな感じで、まあ、グッズもこだわって道具立てをすると、より楽しいナマズ釣りがエンジョイできると思っています。